2023年6月3日から9日第12回 ASEAN パラゲームスがカンボジアで開催されました。この大会では日本 ASEAN 友好協力50周年、日本カンボジア外交関係樹立70周年を記念して、日本から日本人審判員団が派遣されました。 I was a little bit worried because for Cambodia this is the first timeThen later I saw that Japan is going to give 20 NTOs to help. I said, wow, that's great. Japan and ASEAN's partnership was established in 1973 at the Japan-ASEAN Recycled Plastic Forum. It will be 50 years old this year.日本と ASEAN はアジア太平洋地域の平和と安定、発展と繁栄のために長きにわたって密接な協力関係を築いてきました。そして2017年には第1回日 ASEAN スポーツ大臣会合が開かれ、パラスポーツの発展など4つの優先分野に基づくスポーツを通じた交流と協力が本格的にスタートしました。スポーツフォートモローは2014年から始まった日本のスポーツ国際貢献事業です。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーを継承・発展させながら、スポーツを通じて SDGs など国内外の社会問題に向き合い、世界のあらゆる世代の人々にスポーツの価値を広げることを目的としています。2022年3月に岸田総理大臣がカンボジアを訪問し、フン・セン首相と首脳会談を行いました。日本・カンボジア王国共同声明で東南アジア競技大会への協力が約束され、日本人審判員の派遣が実現しました。今回の ASEAN パラゲームスでは、東京2020大会で得た経験や知見を ASEAN 諸国に還元し、パラスポーツのさらなる発展に寄与するため、スポーツフォートモローを通じて日本人審判員が派遣されました。ジャンクーたんおんねーくーきょんちゅーちゃったあわいだーさばんばっかーのさいけらーぬんばんとーてーっはきょんちゅーちゃったーぬんくろっかんスポーツフォートモローだーぬんプライクライチーくろっかんねーけーさばんばっかーらぶんじゃぽんぬんばてぃぷせんちーちーぷせんねーあじんぽんだー。We have a good collaboration from Japanese government. So this is a thing that we can solve the problem that we have more manpower who are familiar in the para society to support us. 今回は36名の審判員がカンボジアへ派遣され、 ASEAN パラゲームスで行われる14種目のうち、陸上競技、水泳、車椅子バスケットボール、パワーリフティングの4競技で活動を行いました。陸上競技のことをやっぱりもっと知りたい、もっとうまく運営したいっていう気持ちがあって、そういう意味ですごくこう僕らが関わっていろんなことをこう話してると、まあ、それを吸収する部分がすごく大きいのかなっていうふうに思っています。Thank you for the Japanese, Japanese friend and all the family, you know, sister and brother from Japan, support people with disability and eliminate the discrimination. スポーツは言葉や文化、国を超えて協力し、お互いを理解し合う力を持っています。日本はスポーツフォートモローを通じて、これからもスポーツ分野の国際交流・協力に取り組み、 ASEAN 諸国との絆を深め、協力関係をより強固なものとし、スポーツの力でより良い世界を作っていきます。